私は震災後、昨年の4月に千葉から。私は地元民で、石巻元気商店は石巻のこう再開されたお店の商品を、まあ、こう全国の皆さんに買っていただけるような通販サイトを作っていこうということで、私たちだけでやるんではなくて、生産者さんと一緒にこういろいろ相談しながらとか、新商品がやっとできるようになったからっていう声があるので、それをこう一緒にやっていこうっていう感じで、こう今13店舗さんですけど、一番最初はこうヤフーの方がこう普通にボランティアとして一個人で石巻に来られた時の来てた団体がオンザロードだ。でそれでこういろいろやり取りさせてもらっていく中で、こういうのやろうと思っているので、もしよかったら石巻の担当をっていうお話いただく、東北をこう気にかけている方っていうのは、こう定期的な購入があったりとか、お返事いただいたりとか、毎週金曜日にもメルマガの配信をしてるんですけど、それにもこうたまにお返事あったりだとか、鮮魚のセットが人気なんですよ。こうやっぱりその日に水揚げされたものをこう何が入ってくるかわからないけれども、3000円の企画と5000円の企画があって、こう届きます。まあ、ウニだ、アワビだ、マグロ、何々ってもうそれが3000、5000円で、もう限界値まで詰めてあるんですね。なので結構お客様からの反響良かったり、リピートが一番いいのは多分その商品かなと。多いですやっぱり。社長、割に合ってますかって聞いて、うんって言いますもんね。そう、このブレスレットですね。これと二分してますね。うん、これは1500円で、革と被災した本物の大漁旗を船に飾る祝い旗ですね。あれで津波で被災したものをいただいて、でそれを一本一本仮設のお母さんと一緒にデザイナーの人が編んでるんですね。生活している人からしたら、普通のものが県外で出したら珍しいもの、美味しい、面白いものだったりするのを、こうもっと広めていけたらなっていうのは。いつも応援していただいてありがとうございます。これからも石巻元気商店をよろしくお願いします。頑張ります。